1970年代に人気を博した漫才コンビ、コメディナンバーワン、前田五郎、本名、前田邦弘、さんが10月17日に大阪市内の病院で亡くなっていたことが4日分かった。79歳、大阪市出身、死因については明らかにされていない。関係者によると、前田さんは最近まで大阪市内で開かれるトークライブに月1回ペースで出演し、元気な姿を見せていた。 8月には、吉本新喜劇女優の長女、前田真紀、42が大医師、となる長男を出産して、う孫ができたことを喜んでいたという。その時期に、体調を崩して、8月以降のイベントへの出演を見合わせ、親族は関係者に、病気で療養していると説明していたという。前田さんは、同じ新喜劇座員だった坂田敏夫、80と、1968年に、コメディナンバーワンを結成。 前田さんの「お前はアホか」というツッコミに坂田が「誰がアホやねん」と普通に返さず「うん」「アホや」と素直に答えるセオリー破りの掛け合いで人気を博した坂田のアホキャラ開花で72年に発売されたコンビのシングル「アホの坂田」は大ヒット「アホ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 の坂田アホの坂田」という歌詞が社会問題になるほど話題を集めたがこれを歌っていたのも前田さんだった後年 坂田は僕はあいつによって生かされてきたと感謝していた2005年には趣味で43年間撮りためた写真の展示会を開くなど漫才以外でも精力的に活動だが2009年8月にコンビを解散所属先の吉本興業とのトラブルなどから同9月に契約解除となりその後は1人で活動を続けていた 昭和のお笑い界を彩った髪型芸人が、また静かに人生の幕を閉じた、前田五郎、本名、前田邦広1942年4月8日生まれ、大阪出身、63年に吉本新喜劇に入団、68年に結成した漫才コンビ、コメディナンバーワンで72年に髪型を笑い大賞、金賞、79年に髪型漫才大賞。 大賞を受賞した長女前田真希と次女前田真美はいずれも吉本新喜劇女優、真希は18年1月に新喜劇リーダーの吉田豊と結婚している。